民主党と維新の党は、安全保障法制の審議への対応で意見が対立したため、領域警備法案の共同提出を見送り、別々に法案を出すことになりました。突然維新の方から非常識なご提案があったので、やむを得ないと思います。我々としては、あ与党に手を貸すようなことにはあ協力できないと。民主党と維新の党は、 武力攻撃に至らないいわゆるグレーゾーン時代に対処するための領域警備法案を共同提出することで一致していましたしかし昨日の幹事長会談で維新の党は対案の審議時間を確保するため事前に採決の日程を決めた上で与党側と交渉するべきだと提案しましたこれに対して民主党は 法案成立に協力したとみられると反発し、交渉は決裂しました。このため、今日それぞれが単独で法案を提出することになりました。